なんとあのトンベリども鍵を盗んだだけじゃ飽き足りずここにキングまで呼んだというのか。やはりあやつらここを乗っ取るつもり満々ではないか。くぬぬぬぬぬ、お、そこにおるのは誰じゃ。え、人、それも女性の褒美とか、なんと珍しい。よければ最近の丘の話なぞ聞かせてもらえんかな。姉ちゃんどうしたんだ。お、あれってもしかして、
小さな子をいじめたみたいな、すげえ罪悪感なんですけど。とりあえずこれでいつでも戻れるは戻れるけど、海の鍵を手に入れないとここまで来た意味がないのですよ。そうね。それにさっきクイーンがトンベリたちが鍵を盗んだって言ってたから。おお、やっぱここにあるんだな、海の鍵。あるみたいね。その鍵を持ってるっていうトンベリを探しましょう。開いた。もしかしてクイーンもさっき言ってたトンベリのところに向かったのかも。じゃあ追いかけてみるのです。おーおー、なんか目が回る。どっちに進んでるかわからなくなるのです。ならないから。姉ちゃん。な、何を。俺、前に進んでる自信なくなってきたんだけど。まあ確かに前には進んでないわよね。下に進んでるんだし。やっぱりそうなの。姉ちゃんどうしよう。いや、なんか神殿っぽくなくなってきたわね。死んでないっぽいってこと。生きてるんですね。よし、行くよ。かかってきな。
そうね、そうだね。始めましょう。
手に持ってるのもでかっ。あれ、じゃ済まないわよ。じゃって感じなのです。いや、マジで怖いって。おい、大丈夫か？さっきは悪かったな。助けてくれなんてわらわは言ってないからな。だからありがとうなんて絶対言わないんだからね。いかおい、鍵を持ってけバーカ。まあとりあえず鍵も手に入れたし、なんとかなったわね。うちはティーダさんがいるところにしてるのです。そうね、先に薬もらわないとね。本当にアチョルビー手に入れたんだ。すげえな。それで薬は？これっす。うわー、なんか空気がうまい気がする。海の中はいいもんじゃないってシャントット博士が言ってたこと少しだけ分かった気がするよ。ああ、また潜りたいって時があるかもしれないからこっちも渡しておくっす。あなたたち、やっと見つけました。あれ、あんたユウナさん。お、知り合い。俺はティーダ、よろしく。あ、はい、召喚士のユウナです。へえ、召喚士、俺初めて会った。お久しぶりなのです。あ、そうですなのですとか言ってる場合じゃありません。あなたたち、リディアとエイコに何をしたんですか？え、ちょっと待って、リディアさんとエイコさんがどうかしたんですか？どうかしたじゃありません。二人ともあなたたちに会った後行方が知れないんです。え、はあ、じゃあ、あなたたちは本当に彼女たちの行方を知らないんですね。マジです。そうです、なのです。そうですか。その、もしかしてなんですけど、二人に何かがあったとするなら。何ですか？召喚士が狙われてるんだってことありえませんか？
召喚士が？あ、そういえばあなたたちと会った後。彼女は俺に任せろ。ちょ、待てって。ダメ、もう姿も見えない。くそ、結局あいつ何なんだ。あいつが他の召喚士もさらってったの？ユーナさんのことはティーダさんを信じるしかなさそうなのです。あ、今度はなんだよ。鍵？つながる。第19幕、もう一つのナインウッズヒル。なんだこれ。クリスタルの塔へ続く道です。誰だ。あの先にはあなたたちが求める答えがある。答え？ファーナールース。え？彼女に会いたければクリスタルの塔に挑みなさい。やっぱり母さんがいるのか。母さんは生きてるのか。4つの鍵を手に入れたあなたたちにはその権利がある。何なのですかあいつ。姉ちゃん行こうぜ。待って。あ、なんだよ。今の女の目的は何？なんであんなことを私たちに。あ、いや、そんなことは分かんねえけどさ。じゃあ行かないのかよ、ここまで来て。それは。でもラン、ちゃんと考えて。この世界おかしいことだらけだよ。そりゃ人がちょっと小さかったりとか変な世界だけど。違う、変とかじゃなくて、予言といい、私たち何かの物語の登場人物のように、まるで誰かが望むままに都合よく進んでるように思えるの。はあ、いや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 、姉ちゃん相変わらず考えすぎなんだよ。ランは考えなさすぎ。あ、いや、まあそうかもしれないけど、そんなには都合よくなんて言ってないって。何度も死にそうになってるし、ミラージュだってちゃんと集めてなきゃここまで来れてないだろうしさ。それって結局俺たちの実力ってか努力のたま？もしかしてたまものって言いたいのです？あ、そうそう、そのたまのものってやつなんじゃねえの。はいはい、もうたまのものでいいよ。なんかタマが決めたみたいに聞こえるのです。どうせ他の選択肢なんてないみたいだしね。そういえば A 子もそんなことをつぶやいてたかも。姉ちゃん、さあクリスタルの塔を目指しましょう。お、おう。これ渡ってる最中にパリーンとかいかないよな。割れても大丈夫、大丈夫なのです。ってお前飛んでるからだろ。あ？いつの間に戻ったんだ。
違うのです、戻ってないのです。うん、似てるけど違う場所だね。でも古い感じって言ったらいいのか。そうだね、ナインウッズヒルと違って本当のゴーストタウンみたい。クリスタルの塔ってことか。戻って、うわっ、あ、マドアーマー、あなたは一体。私は戻って、あなたたちは先に進んじゃ。どういうこと？うわ、なんだ？あなたも召喚師なの？逃げて！この人、どうしちゃったの？ミラージュと人と両方の気配がするのです。どういうこと？あの魔導アーマー見たことないよ。何にしても相手は容赦なしっぽいのです。気をつけるのです。
ダメ。進んじゃ。マジで何なんだ。気を失ってるだけみたい。怪我もないみたいだし、とても強い人なんだ。自分の意志じゃなかった感じがするのです。気を失ってるだけなら先に進もうぜ。また襲われたらきついしさ。うん。この女を幻獣もろとも倒すとはな、頼もしいことだ。しかし、これで全ては整った。やっぱ中も違うんだな。エレベーターもないみたい。え、マジで？階段を上がっていくしかないみたいなのです。さあ一緒に頑張るのです。おいってお前乗ってるだけじゃねえか。私、どうする？どのセイバーを解放する？どうする？魂に触れる？よし、お前たち、今日が何の日か覚えてるか？下克上の日クポ！おう、海賊世界は下克上と力ある者がお頭だ。さあ、今日俺に挑戦するやつはいるか？
こそはモグがお頭になるクポ。おうおう、いつにも増して威勢がいいな。今日はどんな手を考えてくるんだ。太古の金珠を手に入れたクポ、船長覚悟クポ。どうした？クポ、おかしいクポね。あ、最後クポポーだったクポー。誰だ？我を強制召喚したやつだ。クポ、召喚呪文だったのクポ。だったのクポって、前知らないで使ったのか。貴様か、我を呼んだのは。ちょっと話を聞くクポ。ほう、下克上の人、なかなか楽しそうな日ではないか。ならば我が相手だ、人間よ。この船と貴様らも全て我の配下に置いてくれよ。ちょっと違うクポ、あんたはモグの。力のある者が奪うのだろうが。さあ行くぞ。上等だ。おい獣野郎。俺らも下克上等だ。どっちが強いのか決着つけましょうか。俺の本気を見たら後悔するぞ。ガコ、いいバトルだったな。確かめてから使えよな。モグはぶっつけ本番、料理も味見をしないタイプクポ。味見しろよ。だからお前の料理はいつもなんか怖いんだよ。今は休憩中。どうする？どの魂に触れる？これは異常事態だ。あの二人に連絡を取ろう。はい、切符を拝見。呼ばれて飛び出たクポ。よく来てくれた、古き友よ。さてさて、どうした、トンちゃん。いつから私はトンちゃんと呼ばれているんだ。シャキッと話すクポ、トンプ。いや待て、二人とも、いつから私をそんな風に呼ぶようになったんだ。いつからって、やだな、今さっきだよ。世間では仲良しは相性で呼び合うものだって聞いたクポ。だからそうするクポ、トンピ。待てお前ら、ツッコミどころが多すぎだ。じゃあ例えば、私がお前らをサバッチ、マーゲリンなどと呼んだらどうするつもりだ。どんどん来い、トントン。オッケークポ、トンピョン。わかった、もう何でもいいが、ブーブー泣きたくなるような名前は勘弁してくれ。ほう、なるほど、
霧を媒介にしてたとえ異界でもつなげてしまうこの不思議な闘技場が突如巻き起こった原因不明の混乱によりミラージュたちが暴れ回っているノクコね。解説ありがとう。そういうことなのだが、よかったら二人の力を貸してほしい。サボッチマグリーン、おほほ、わかったぞ。大船に行ったつもりでいるがいい。もちろんクポ、みんな仲間クポ。ああ、ありがとう。来るぞ。さあ、どこからでも来い。カモンポ。やったな。次だ。はい、次のお客様。まだまだいけるっぽ。まあ、こんなもんだな。どうする、まだいけるか。肩が来るですな。いや、肩ねえし。もう元気かと。おっちゃん、よかった。しかし、このミラージュたち、まるで何かから逃げているように感じないか。ただ暴れてるだけじゃないクポ。確かに、まるでこちらが追いかけているような錯覚に陥るでありますな。だいぶ手強いミラージュが増えてきたな。さすがの私でも足に限りが見えてきたかもですな。はっ、合体クポ。合体。そうクポ、あのデコボコ兄弟みたいに積み上がるクポ。確かに、あやつらはそうやって強くなってるですな。では順番はどうする。それはリーダーが決めるクポ。ちなみにリーダーはじゃんけんで決めるクポ。いつも船長とやってるクポ。じゃんけん。じゃんけんクポ。はて、これは誰が勝ってるのやら。そもそも我らの手では。やったクポ、モグの勝ちクポ。はということで、リーダーのモグが順番を決めるクポ。まあいいか。さあ、行くクポ。少々、頭がかゆいですな。動けん。こんなあ。おもう、本当にこれ師匠の修行なの？人の声だと。サマーソルト。ミラージュたちが逃げ回っているのは、あの娘が原因ではないですかな。そのようだ。よし、あの子を止めるクポ。何言ってきたって負けないわよ。メテオストライク。クポ。強い。これでは
みんな耳を貸すクポ。こそ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 。よし、やってみるでありますか。うん、行くぞ。私はここだ、格闘少女よ。また出たわね、サボテン退散。さっと、え、避けた。懐かしくも感じるぞ、この焼き鳥。あ、いやいや、やり鳥。さあ、私はここだ。そうです、私がトンベリです。それちょっと痛かったわよ。今だ。クーリプルモグスペシャル、クポン。見事成敗。この子はグリモワルに返しておくとしよう。どうやら最強コンビここに誕生、クポね。ですな。おはよう。どうする？どの魂に触れる？どうする？じゃあね。